ました。ということで私現在富山県こちらキトキト空港にやってまいりました。皆さんキトキトどういう意味か知ってますか？知らないでしょう。キトキト新鮮って意味なんですよ。だからですね、富山の新鮮な空港ということで、先ほど僕も Google で調べてたので間違いありません。ということでですね、これからですね、今日はですね、こちら富山のですね、いろんな、市内の観光スポットに行きたいんですけれども、先ほど僕たちですね、桃園空港からこの富山空港まで約ですね2時間半ぐらい、しかも直行便で2時間半ぐらいだったので、もうあっという間に到着いたしました。もう富山といったらですね、いろんなね名産がありますよね。例えばもう合掌村ですとか、あとはもう日本アルプス、さっきね飛行機からも見えたんですけど、日本アルプスのもうあの黒部ダム、もうね皆さん小学校中学校の時に勉強したんじゃないですかね。黒部ダム富山県にあるんですよ、皆さん知ってましたか？でさらにですね、北陸地方ですから美味しいものもたくさんありますよね。例えばですか、ホタルイカですとか、あとは白エビですとか、もうね食べたいね食べたいね、ごちそうさまです。ということで僕たちこれから市内の方に向かいたいと思います。まず高橋部長がやってきたのは新港の港にある新港キットキット市場。こちらでは富山湾で獲れた新鮮な海鮮が楽しめるんです。ホタルイカやカニなど絶品海鮮をお見逃しなく。テレテテ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 テカニカニ。ということで皆様、今私ですねこちら新港キットキット市場に来ております。皆さんまだ覚えてますか？キットキットどういう意味でしょうか？おお、素晴らしい、シュエタオラ。そうなんですよね、私、まあ、こちらねキットキット市場で有名なのがカニということで、先ほどねこのダンス、タイのダンスを台湾の番組で日本で踊る、俺も自分で何言ってるかよく分かんないんですけども、とにかくですね、もういろんな国のものが混ざっております。これ市場はですね、富山港の宝石と呼ばれる皆さん白エビ、そして紅ズワイガニ、そしてホタルイカなどね、いろんなね宝石があるんですよね。このようにですね、みんなここ新港のこちらの市場でですね、取れたての魚が食べれるということで、一体どんな海鮮が待っているのでしょうか？早速中に入ってみましょう。皆さん見てください、ほらもう早速カニが、ズワイガニ、紅ズワイガニ、ここ書いてあるでしょ。これはこの種類いろいろあると思うんですけど、何が違うんですかね？あ、大きさと重さで値段がついてますね、はい、あ、じゃあ種類は全部一緒ということですか？はい、そうです、紅ズワイガニっていう、紅ズワイガニ、それこちらで取れたもので、はい、これ新潟のすぐそこで取れて、今日の新鮮の取れたてのものですか？これはね、今日連休でお休みですよね、はい、なので昨日茹でたものを今日用意してるんです。あ、茹でたものなんですね、はい、じゃあどうしようか。ゴード、你要买哦。ゴード、四只。你要买这个四只哦。四只。哇、整个大老板、谢谢。これ4つお願いします。ありがとうございます。青山宮の執行委員長、賀来さんのご馳走でズワイガニをいただくことに。大きい大きいズワイガニ。美味しいこと間違いないですね。高橋部長、羨ましいです。それでは早速いただいちゃいましょう。見てください、これ皆さんすごくないですか？この一匹がこんなに大きくなってて、そしてこの贅沢なカニ味噌、これね、温まると溶けてこうみずみずっぽくなるみたいで、うわ見てこれ、ほら贅沢な、美味しそうな身、市場で食べるカニ最高です。で聞いたらですね、これここに身をカニ味噌につけてこうやって食べるみたいなんですよ。これほら、うわ、いただきます。本当に美味しい。身のなんかカニの味がですね、他の東京でとかで食べる味と全然違いますね。カニの味がしっかりしていて、まだやっぱ海鮮の香りが本当にすっごいしますね。でなんかね、みずみずしさ、なんていうの、こう身もしっかりしてるんですけど、どっちかっていうとみずみずしいですね。カニの汁がすごい口の中に広がるイメージというか、まあ、食べた瞬間汁がブワッてこう爆発するような、身の中の汁がブワッて爆発するような、そんな美味しさです。ちょっと引き続きね、このじゃあこれ直接次このカニ味噌をねいただきたいと思います。羨ましいだろ、シェムーマー、はいめー、はいめー、はいはい、ぜっぱい。果たしてカニ味噌のそのお味はいかに？最高だわ、ゴード。ゴード、谢谢你。ゴード、谢谢。那是什么？你睡不着觉了。那是什么？你不睡觉的。哇！那就是ゴード、干杯！牡蠣干杯！牡蠣のお寿司、高橋部長贅沢に一口でいっちゃうんですね。美味しそう。
市場の海鮮って味が本当に全然違いますね。だって三面とちゃんよ、ね、タイパンだね。うん、ね、本当に美味しい。市場の中に入ると早速驚きの食べ物を発見。ここでしか食べれないこれは一体。皆さんちょっと見てください、赤ガニソフトって何それ。カニのソフトクリーム僕も初めて見ました。こんにちは、すいません、一つ赤ガニソフトいただいてもいいですか、はい、これ中にカニ入ってるんですか。カニのエキスと言いましょうか、はい、粉末にしたものを混ぜています。カニの粉末が中に入ってるみたい。あと白エビは、白エビがトッピングです。白エビもあるんだ、はい、あ、こう上にこうやって乗っかってるみたいですよ、かわいい。じゃあこれどっちも一つずついただいて、はい、いてもいいですか、はい、美味しそう。カニとエビのソフトクリームなんて今まで聞いたことないです。一体どんな味なのでしょう。もうできたんだ、早っ。白エビの方、わあ、見て、え、これソフトクリームもエビな、エビの味なんですか。中に粉末入れてます。すごい。じゃあちょっと早速いただきましょうか。うわ、見て、何このセット、初めて食べる。いただきます。めっちゃエビの匂いします。いただきます。あ、美味しいですね。めちゃめちゃ合う。なんかミルクも入ってますよね。まあ系統としてはバニラ系統のそういう白エビを混ぜてる。思ってたよりも海鮮の臭さとかも全くなくて、すごい甘さがあるエビっていうソフトクリームって感じ、すごく美味しいですよね、はい、ありがとうございます。でこれがカニ、はい、カー赤ガニなのに白い。中にね、あのカニの粉末が入ってるみたいなんで、いただきます。あ、匂いがしない。はい、ということでいただきます。すごい、後からめちゃめちゃカニの味がしますね。あの食べて少しすると、あの喉のこの辺からカニの香りがホワーってしますね。すごい。これなんでこれ作ろうと思われたんですか。やはりまず白エビはこの富山湾でしか取れてません。カニの方は、カニの方は赤、はい、あの富山県では越の赤ガニというブランドガニがやはり9月から5月、はい、今月いっぱいぐらいまでやはりこの富山湾で取れます。それをやっぱ全体に押し出して作ったという。なるほどね。これでもなかなか作るの大変なんじゃないですか、はい、粉末にしたりとかして。まあそれはそれですけど、やっぱ皆さんに喜んでいただけますんで。素敵なオーナーさんということで、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあさあこれいただきます、はい、ありがとうございます、はい、エビとカニのアイスクリーム、気になる方はぜひ新港の港を訪れた際に食べてみてくださいね。さらにこちらには期間限定で台湾のランタンも展示されていました。日本各地で台湾を感じられて嬉しいですね。我们都在挑这么大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。